歩くの遅えぞ。浮かない顔をしてるな。疲れてるのか。ならいい。まだちょっとしか進んでないんだぜ。さっさと歩いてくれよ。張り切られても困る。辛いようなら言ってくれ。俺って歩くのが早いか？普通に歩いてるつもりなんだけどよ。富手はいつも通りに歩きすぎだ。少しは相手のことも考えろ。ああ、分かったよ。どうした？腹でも減ってるのか？考え事って匠のことか？言いたくねえけど、今のあいつは記憶を失って苦闘国の兵士になりきってる。俺たちじゃなくて滝子を狙うようなら。ずいぶんとあいつの肩を持つんだな。気になっていたんだが、匠は第五教団にさらわれた後、兵士として苦闘国に回されたんだな。旅の途中で第五教団の噂を聞いたことがある。
そこでは醍醐の神を呼び寄せるために異世界から巫女ではなく男を呼び寄せるつもりらしい。わからん。だがその男を唯一の神にするための術が巫女を生贄にする孤独の術だと言われている。孤独の術？なんだそれ。複数の毒を持つ生き物を一つの壺に入れ、最後まで生き残った最も毒の強い生き物、呪いや儀式に使う術らしい。つまり滝子やマリコたち巫女を使ってそれをしようというのか。どうだろうな。だが匠が己をなくして操られているとなると、何かの術で操られている可能性がある。それが本当ならあの強さも納得できるってわけだ。もし本当ならそれを知らない滝子たちが第五教団に向かうのは危険だな。ああ、別の道から教団を目指しているはずだが。よし、とにかく滝子たちと合流しねえとな。マリコ、少し急ぐぞ。なんだよ、今までは頑張ってなかったみてえな言い方だぞ。てか遅っ、入れるの遅すぎだって。気合を入れるのはいいけど、常に気は張っててくれねえと困るんだよな。疲れるとかそういうもんじゃねえだろう。気張ってねえといつどこで襲われるかわかんねえし。ようやく気がついたか。そうそう、俺っていつも怒ってるだけ。俺っていつも怒ってんのか。
だ自覚してんじゃねえか。でもな、問題は滝子というよりも。無理なんて言ってねえだろ。だから問題はだな、いつまでも。今でも敵になったやつのことを気にしてるようじゃダメだって言いたいんだよ。これからの気構えの問題なんだよ。もうとにかく先に進むぞ。と見ても悪気があったわけじゃない。これからのことをきちんと考えてほしいだけなんだ。さっきの話だが、富手とマリコの気合というのはちょっと意味が違うようだ。マリコのは気合というより気の持ちようという意味だろう。そうだな。どちらかというとこれからのことに対する気持ちを切り替えたという感じじゃないのか。気持ちを切り替えたら、今後はそれを心がけるようにしてくれ。この先はこれまで以上に危険だからな。それに玄武の巫女はしっかりしているところはある。マリコとは背負っているものが違う。背伸びせずに自分に合った頑張りをすることだ。
の匂いがしたんでちょっと来てみたら落ちちまってさ。見ろよ、温泉だぜ。正確に俺は富手に落とされたんだ。まあ細かいことはいいじゃねえか。温度もちょうどいいし、マリコも入るんだろ。服も濡れたし、今日はここで野営だな。すぐに上がるから、マリコは待っていてくれ。もう上がっちまうのか、もったいねえな。そういうの、俺たちよりマリコの方が汗を流したいはずだ。そりゃそうか。あら、しばらく周囲の様子を見てから戻る。先に戻ってる。今のように素直に接すれば、富手も怒らないかもしれないぞ。どうかな。それはマリコの心がけ次第だと思うかな。Thank you.
巫女の覚悟か。まだ巫女と決まったわけではないのだろう。巫女が現れるのは国が危機になった時と言われている。だから滅びの象徴などと呼ばれている。歓迎される存在ではない。背伸びをしてても足元がおぼつかなくなるだけだ。今は自分ができることを考えた方がいい。なんでそう無茶を言い出すのか。これでは俺が放っておけないだろう。その気持ちは嬉しい。マリコのその気持ちを俺が大切にしたいと思っている。だが、マリコは帰るために旅をしている。俺たちの別れは近い。
夜もこの間、俺は一回りしてから戻る。マリコは先に戻って休んでるんだ。